続きまして会見を行わせていただきます。まずは武蔵選手ご入場ください。まずはじめに、フリーランスとして参戦しておりました、武蔵選手が7月20日付で全日本プロレス所属となりましたことを、改めてご報告させていただきます。それでは武蔵選手から改めてコメントをいただきたいと思います。はい、この度、全日本プロレスに入団いたしました、武蔵です。今年の、3月からですね、まあ、全日本プロレスのリングに上がらせていただいておりまして、まあ、この全日本プロレスのリングでの、試合が非常に、楽しくてですね、まあ、この表現が正しいのかどうかちょっとわからないんですけど、居心地が、良くて、自分を解放できる、この全日本プロレスのリングが、大好きになりました。まあ、そして今後も、この全日本プロレスのリングで、戦いたいっていう思いと同時に、フリーランスとしてではなくて、全日本プロレスの所属、全日本プロレスの、一人として戦っていきたいっていう気持ちが、強くなりまして、先日の後楽園ホールでその思いが大爆発しました。はい、そしてまあリング上で、入団を直訴させていただきました。後で映像を見返したんですけど、年甲斐もなくはしゃぎすぎたなと、自分自身思っております。まあ、でも本当それぐらいあの瞬間っていうのは嬉しくて、あの会場にいたお客さんの、所属コールだったり、自分の名前を、呼んでくださって後押しだったり、福田社長がね、まさかあんな早く OK サインを出してくれると思わなかったので、喜びすぎました。でも嬉しかったです。ありがとうございます。今後は全日本プロレスの所属として、まあ、しっかり自覚を持って、後楽園のバックステージで福田社長もおっしゃってましたが、自分が、培ってきた技術を、しっかりこの全日本プロレスに吹き込んで、この全日本プロレスに武蔵旋風を巻き起こしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではそのまま武蔵選手には、世界ジュニアヘビー級選手権試合の、はい、タイトルマッチの会見に移らせていただきます。それではまずはじめに世界ジュニアヘビー級選手権試合第69代チャンピオンミスター斉藤土井成樹対挑戦者武蔵の会見を行わせていただきます。なおチャンピオンミスター斉藤土井成樹選手は、スケジュールの都合によりまして会見は欠席となります。コメントが届いておりますので、代読をさせていただきます。この前の後楽園ではやられた、いろんな意味で持っていかれた、でもタイトル戦になったら話は別や、武蔵オールジャパン所属になったらベルト取れんのか、何か変わるんか、それからお前は東北が第二の故郷って言ってたけど斉藤ブラザーズは完全なるホームやから、当日世界ジュニア防衛するのは俺やろう。以上のコメントが届いております。では武蔵選手タイトルマッチへの意気込みをお願いいたします。まずチャンピオンメッセージありがとうございます。まあ勝つのは自分でしょう。はい、全日本プロレスの、ね、所属1戦目ということでね、1戦目ということが1戦目が、まあ、いきなりタイトルマッチということで、まあ何ですかね、必ず勝たなきゃいけない戦いだと思いますし、
もう所属になったんで言わせてもらいますけど、まあ、流出したねベルトを、所属一発目で、自分が団体内に戻すっていうのはもうこれは必須なことだと思ってますので、まあ土井選手はね実力も、十分分かってますし実力があるのも十分分かってますけど、勝つのは、自分です。ありがとうございます。それでは質問ございましたらお願いいたします。武蔵さん、まず世界ジュニアの話の前に、はい、こうやって他の誰にもこう邪魔されることなく、はい、会見というか発言できる機会っていうのは、はい、もしかしたら初めてかもしれないですけどいかがですか今のお気分。初めてではないですけど久々にそうですねちゃんと喋れてるなっていう気はしますね、はい。まあ、これからは邪魔されないように邪魔されても喋ってやりますよ、はい。まあ、この所属としての初戦で、まあ、先ほどもおっしゃいましたけどこのいきなり団体の一員としての責任を担う戦いに臨むわけですけども、はい、そういった責任感という部分でこう、はい、今武蔵選手の中でどんな気持ちがありますか。そうですね、まあ、もちろん責任感も感じてますしやっぱり今の全日本プロレスってその若い選手がまあ、中心といいますか躍動してると思うんですけど自分は所属になりましたけど決して全日本プロレスの未来ではないと思ってますので即戦力にならなきゃいけない存在だと思ってますので、まあ、その即戦力としてね、所属一発目の試合でしっかりベルトを、取りたいと思います。チャンピオンの土井選手どこが一番こう脅威といいますか感じるところですか。まあ、もちろんそうですね自分よりキャリアもある方なんですけど、まあ、全然スピードがね衰えないなっていうのは、まあ、常に感じてますし、まあ、スピードだけじゃなくて技術も、しっかりある方だと思いますし、まあ、あとおそらくルチャリブレが、ベースの選手だと思うんですけど自分も、もともとルチャの団体にいたのでルチャをベースとしている選手と戦うのは、まあ、楽しみというか得意なので、まあ、そこら辺は楽しみですね、はい。ちょっと気が早い話にはなってしまうんですけども今回ベルトを取ることができれば武蔵選手の中でどんなこうチャンピオンになっていきたいそういうチャンピオン像って描いてますか。まあ、先ほども言ったんですけど自分は全日本プロレスの未来ではなくて即戦力なので即戦力にならなきゃいけないと思ってるので、まあ、一戦目で、しっかりねベルトも何度も言ってますけどベルトを取って、もうすぐにでも全日本ジュニアの先頭に立って全日本ジュニアを引っ張っていける、引っ張っていく、存在になりたいです、はい。他に質問などございましたらお願いいたします。はい、それではお願いいたします。すみません、東京スポーツの木本です。お願いします。先ほど全日本の居心地がいいとおっしゃってましたけどこう今武蔵選手が考える全日本の一番の魅力って何だと思いますか。一番の魅力ですか。一番の魅力は何ですかね。やっぱまあ選手スタッフそしてお客さん全員でなんかこう全日本プロレスを盛り上げようとしてるのが自分はフリーランスで参戦してる間ずっと感じてたのでそこかなと思います。このベルトへの思いというかを聞かせてください。はい、ベルトへの思いは、まあ、3月に、1回挑戦してるんですけどそこで、まあ、自分は取れなくてその、まあ、仮
をね返したいっていうのもありますし、このベルトはやっぱジュニアのね、あの名だたるジュニアの選手が巻いてきたベルトなので、自分もそのベルトを巻きたい、そこに名前を刻みたいっていう思いはあります。他に質問ございましたらお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは写真撮影に移ります。はい、それでは、8月3日仙台サンプラザホール大会で行われる世界ジュニアヘビー級選手権試合の、記者会見でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。それでは8月3日、仙台サンプラザホール大会で行われます三冠ヘビー級選手権試合の記者会見を行います。まずは挑戦者斉藤玲選手、ご入場ください。続きまして第72代チャンピオン安西優真選手、ご入場ください。ではこれより両選手にタイトルマッチへのコメントをいただきたいと思います。まずは挑戦者斉藤玲選手、コメントをお願いいたします。斉藤ブラザーズ弟の斉藤玲だ。本来今年の2月に、三冠戦をやるはずだったんだが、この俺自身が招いた怪我で、世界タッグとその三冠戦が、流れてしまったわけだが、今回ついに、現、三冠ヘビー級王者の安西優真と三冠戦をやることになった。それも俺の、ふるさと宮城県でだ。今回、宮城県 8.3 仙台サンプラザホール、大会でこの俺斉藤玲がしっかりとこの安西優真をぶっ倒して故郷に錦を飾ってやるぜ。楽しみにしてろ。続きましてチャンピオン安西優真選手、コメントをお願いいたします。今回の三冠戦 8.3 仙台ということで、やっぱり宮城県での斉藤ブラザーズの力っていうのは、本当にすごいとは思ってますし、やっぱり、完全アウェーの中での三冠戦と言われましたが、その会場の雰囲気とかも知ったこっちゃなく、今回も必ず俺がベルトを防衛してみせるという気持ちですね。そして自分的には個人的に、今会見中、話がつまんねえからな、ビール飲んでて。こういう TPO もわきまえずビールを飲む人には絶対に負けないという思いです。そして僕の個人的な勝ちたい理由も負けたくない理由があるので、それも踏まえて必ず 8.3 俺が勝ちます。以上です。両選手コメントありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。質問ございましたらお願いいたします。安西選手、今言われたその勝ちたい理由、負けられない理由って言える範囲でもし教えていただければと思うんですけど。先日発表がありまして、斉藤ブラザーズがファースト写真集を出されまして、俺よりも先に
写真集を出しやがってっていう個人的な恨みがありまして、まあ写真集も先出され、宮城での人気がすごく、ベルトも取られた、ベルトを取られたりもしたら本当何も残んないんで、もうベルトだけは絶対に俺が死守したいと思います。まあ、レイ選手にチャンピオンカーニバルの公式戦で敗れてますし、雪辱戦になりますけども、改めてこうレイ選手の強さ、怖さ感じるところ、どんなところにありますか。まあ、見て分かる通りの、この全日選手がでかいっていうなってる全日本でも、ひときわでかい体、まあ、そこからのタフネス、そしてまあこの会見中にビールを飲める、その心臓。まあ、全部すごいなって思いますし、あでもチャンピオンカーニバルから僕もすごい人と防衛戦を重ねて確実に成長してるはずなので、まあ、あの時と同じような結果にはならないと思います。まあ、レイ選手にとっては念願の三冠挑戦実現するわけですけど、しかも地元の宮城、まあ、これまで角田、前回の仙台と、まあ、今のところ宮城2連勝中なんで限界とも言えますけども、いかがでしょう。まあそうだな、まあ今回ははっきり言ってもうこの俺斎藤俺が、まあ勝つしかねえだろうと、まあそういった気持ちだな。まあ確かに、まあ俺の地元宮城で、やるからにはこのチャンピオンにとっては、まあ、アウェーの地での試合と、なるとは思う。まあただな、確かに前にチャンピオンが言った通り、まあそんなことは関係ない。もうバチバチの、熱く激しい試合をした上で、きっちりと、ぶっ倒してやりてえと、ああそう思ってるぜ。冷静、すみません、参加戦の話をお聞きする前にまずビールのご紹介もお願いしたかったんですけど、そうだな、仙台駅政宗、麦酒、爆酒、爆酒で合ってるな。まあこれはピルスナーなんだけれども、まあキレがあって、なかなか飲みやすい、まあラガービールだな。めちゃくちゃうめえぞ。じゃあ三冠戦ベルト取った時の祝杯はもうこれで決まりですかね。ああもうまあこれで決まりっていうか、ちょっと何冠か用意してるからな、一種類だけじゃねえ。レイ選手その仙台なんですけども、まあ、当日この三冠戦とあと兄の純選手とデビーボイスミスジュニア選手のシングルマッチ、この2試合がダブルメインイベントになったんですけども、まあ、前回の仙台と同じく斎藤ブラザーズの日になりそうなこうなんですかね、お膳立てが出来上がってますけども、それについてはいかがですか。まあそうだな、まあお膳立てっていうか、もう、誰も俺たち斎藤ブラザーズ以外は、見てねっていう、そんな興行、にしたいな。まあそれくらい要は、まあ頑張って、ああ目立ちたいってことだ。まあもちろん普段、まあ、この宮城県でのその知名度っていうものは、まあ誰よりもあるんだけれども、まあ、まあ今言ったようにそんなことは関係なしに、しっかりと熱く激しい試合をして、その日は宮城県を盛り上げたいと思ってる。あとチャンピオン安西選手について今までまあ三冠戦戦い重ねてきましたけども、どんな印象を抱いてますか。チャンピオンとしての安西選手って、
まあそうだな、まあこれは前にリング上で言ったんだけれども、正直この、キャリアで、まあ、3冠王者になって、で今、4度の防衛、まあなかなかできることじゃねえだろうし、俺はそれは正直、すげえことだなとは思ってる、うん、まあ、俺の方がでかいけれども、まあ、力もあるし、スピードもあって、なかなかの、そのレスリングベースのそういった技術もあると思う。だから、まあ、本当に、まあ、若いけど強い、手強いチャンピオンだなとは思うけれども、まあ、やっぱり、でかさやパワーで、まあ、上回るであろうこの俺が、しっかりと、まあ、ぶっ倒してやりてえとな、思うぜ。他に質問ございましたらお願いいたします。はい、では東京スポーツさんお願いいたします。安西選手に伺いたいんですが、こう今ご自身がレイ選手より勝っているという部分はどこだと考えてますか？一つはシングルマッチで経験してきた、そのなんていうの、経験してきたその戦いの数っていうか、まあ、やっぱりサイトブラザーズとしてタッグマッチでの経験ってすごいと思ってますし、実際に俺とホンダで戦った時もやっぱりそのタッグチームとして敗れたんですけど、シングルマッチとして見たら、まあ、自分の方が確実にいろんな、なんですかね、いろんなことを経験してきたなとは思ってるので、そこは自分が勝ってると思いますね。ありがとうございます。レイ選手にも伺いたいんですが、こう先日セニョール斉藤選手もあの加入されまして、こう今後斉藤ブラザーズをどうしていきたいというか、そういう意気込みはあったりしますか？3冠取って勢いもつくと思うんですけど、まあ、斉藤ブラザーズを、どうしていきたいっていうのは、まあ、前にも言った通り、もう全日本プロレスのベルトを、まあ、斉藤ブラザーズが総なめにするっていう、まあとりあえずはそれだな。でこの俺、斉藤俺が、まあ、三冠、新三冠チャンピオンになったら、また新しい、まあ歴史というか風が吹くんじゃねえかなって、そういうふうに思ってるな。まあ今まで元力士で、まあ、この三冠のベルトを、巻いたレスラーっていうのは、まだそんなにいねえから、俺が巻いた時点でもう歴史的な、快挙になるっていうか、そういったことにもなるし、まあ、そういったことを考えたらいろいろもう楽しみしかねえな。ありがとうございます。他に質問ございますでしょうか？はい、お願いいたします。報知新聞福留と申します。まあ、お二人この試合に勝てば立川で青柳優馬選手が待ち受けてますけども、この立川に向けて、こう、まあ、もちろん仙台が、第一だと思いますけども、立川に向けてのこう思いをちょっと教えてんですけども。そんな先のことは一切考えてないですね。そんなこれ勝ったら青柳選手とシングルマッチだとか考えてて勝てる簡単な相手ではないっていうのはもう思ってるので、勝ってからそういうのは考えます。まあもちろん青柳優馬とは、まあやるってなったらぶっ倒すっていう、まあ、そういう気持ちを持つのが当たり前だが、まあ俺もこのチャンピオンと同じで、まあ、まずは相手を倒すことしか考えてねえな。はい、他に質問ございましたらお願いいたします。はい、よろしいでしょうか？はい、それでは写真撮影に移らせていただきます。
はい、両選手ありがとうございました。以上をもちまして8月3日仙台サンプラザホール大会で行われます三冠ヘビー級選手権試合の記者会見を終了させていただきます。両選手ありがとうございました。熱いぜ全日本プロレス TV。 月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、 VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応、試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。